うわーやばせー、ゾッとする話。イエーイ、やっと帰ってきました。 ST スタジオ歴代史上最強の第2シリーズ。いやー、うわー、ゾッとする怖い話。うわー、マジで帰ってきた。こんなシリーズ続くのも珍しいですよ。だいぶお待たせしましたけど、今回はですね、視聴者の方から実体験の怖い話っていうのをいろいろ応募してもらいましたので。おお、なるほど。そちらの中からこれすげえなとか、ゾッとするなっていうお話を今回紹介していきますので、すべて実話の回答。おお、すげえ。結構帰ってきたのにふさわしいスペシャルだ。やばい、いいね。一つ目のお話、実家の穴。これは私が4歳の時に経験したお話です。おー、すごい、すごい、すごい、世界観。まあまあ帰りだけなんですまあ応募してくれた方、4歳の時、まあ女性ですね、はい、4歳の時、祖母の、奥さんが亡くなったということで、あ、祖母じゃない、祖母の奥さん、おじです、おじの奥さんが亡くなったということで、お墓参り行くようになって、まあお墓参りって4歳の頃なんてもう何したらいいか分かんないじゃないですか。分かんないね。だからもうそのまま実家に帰って、まあ実家というかあれですよね、だから要するにおばあちゃん家でね。ああ、なるほどね、うん、そうそうそう、今の住んでるじゃなくておばあちゃん、おばあちゃん家、はい、はいはいはい。でもうなんかお墓参りを適当にして、まあ実際もう遊ぶだけというか、うんうん、ああ、まあそんなもんじゃない、そんなもんだね、4歳だから。そうで遊んでたわけですよ、うん、でそのおばあちゃん家には1階の 穴みたいなのがあるんですよ。2個あるんですけど、うん、はいはいはい、1箇所はもうなんか超ちっちゃい穴で、うん、まあ何もないんですけど、はい、もう一箇所は喋るとその言葉が返ってくる。なんだその子供みたいな、うん、そう、まあちっちゃい頃だったらよく分かんなかったみたいなんですけど、まあ後々大人になってみると、まあなんか作り的に反響していると。はいはいはい、だからおーいって言ったらおーいみたいな返ってくる。おお、それで4歳のその日遊んでいたわけですよ、うん、まあおーいって言って、うん、おーいってきて、うん、誰かいますかって誰かいますか、まあ、興味ね、はいはいはい、はいはいはい、いますよって来ます。カチャ早い、急に来るじゃん、今回すごい急に来るじゃん、ずらすとかじゃない、いやいやいや、皆さんあるよ、これが続行はですね。わー、入った、やった、やった、世界中の人が来ますよ、見てる皆さんもお待ちかねの、いますよ、これが続殺じゃないですか、皆さん思い出しました。いや、すごい、もう皆さんね、このなんか恐怖ゲージ溜まってくるでしょ、いつ来るんだ、そろそろ来るかじゃないんですよ、もうこう急に来るね、一発目のジャブにふさわしい、いや、いい、素晴らしい、すごいすごいすごい、これ自体験です、いや、実際やばいね、さあ、果たしてその声は誰だったのでしょうかっていう話なんですけれども、はい、まあ、なぜそんな鮮明に覚えているか、まあ、いますよっていう声も怖かったんですけれども、実家ですから、まあ、お母さんとお父さんと行くわけじゃないですか。で、まあそのおじのお母さん、奥さんが亡くなってるので女性ほぼいないわけですよ。はいはいはい、はい、で、お母さんはもうその時2階で家族でお話をして、実家の久しぶりの団らんをしていたということで、まあ女性ほぼいないにもかかわらず聞いたことない女性の声だったと、だからもう鳥肌が立ってゾッとしてもずっと覚えているという。うわ、いや、その山びこの遊びしててさ、誰かいますか、いますよなんて来たら、もう無理でしょ、考えたらもうやばい、やばいやばいやばい、鳥肌よ、寄せられてくるっていうこの感じ、いや、ほんとめっちゃ寄せられてきてます、めっちゃ怖いな、すごいな、はい、ということで2つ目まいります。知らない制服、知らない制服、それだけちょっと鳥肌やばい、おー、ちょっとこれやばいな、センスありすぎだな、こちらを応募してくれた方、こちらも女性なんですけど、はい、もともと霊感があるみたいで、まあアルバイトを接客してたら、どうも、まあ上司に誰と話してたとか、霊を接客しちゃってるみたいな、そんな感じで結構霊感がある方みたいで、その方が体験した中で一番ゾッとしたお話を、教えてくれたということで、レベル絶対やばいでしょ、そんな、はい、普通に高校生ですね、高校の時、はい、まあ、学校にいまして、うん、ちょうど身体測定かなんかだったので、はいはい、まあ、並ぶじゃないですか、うん、並んでる間にトイレに行きたくなったと、うんうん、ということで友達2人で、まあ、トイレに行ったわけですよ、はい、友達は手前から見て2番目入りました、うん、4つトイレあります、はい、自分は奥から2番目です、うん、入り口2番目と奥から2番目なんで順番に行ったら2、3って入ってます、うんうん、ああなるほど、でトイレをしてたらピチャッピチャッっていう濡れた音みたいなのが聞こえてて、ほうほう、まあ、はいはい、まあ、まあ、雨漏りしてんのかなと、うん、トイレだしね、
まあでも若干足音のような気はしますけれども、うん、まあいいでしょうということで、はい、まあ普通にポーっと出ていきました、うん、よく見るとですね、もう床びしょびしょなんですね。いやー、びしょびしょ。まあでもプールが近いので、うん、結構たまに濡れてることあったんです。あー、なるほどね。まあいいかと思い、うん、まあ二人でこう手洗いながら、うん、まあ、お話ししていました。そしたらですね、まあ、さっきピチャピチャ言った足の音みたいのが、うん、4番目の一番奥のトイレ入ったわけですよ。入って、はい、もう入ってガシャンって音したんですよ。いるのは分かってる、うん、だから人だと思ってたんですよ、うん、あ、まあそうだよね、うん、で、まあポーっと普通にまあ自分たちで電話して洗ってますと、うん、そしたらですね、うん、ドアが開き始めたんですよ、そのタイミングでバッと自分金縛りにあって、友達ももう動けてないんですよ。で、もう目しか動かせない、うん、この状態で、まあ、こっち側ですよね、大体トイレは、うん、目だけこう動かせるわけですよ。目だけ動かしてると髪が1メートル以上あってもう床についてるわけですよ、その女性が首斜め45度にして、こっちに向かってきてるんですよ。向かってきてて、こんな状態でもう向かってきてて、もうやべえとなって、パッてそのギリギリのところで金縛り覚めてる、バーって走って逃げたわけです。本当にやばい、忘れようみたいな。2人だけの内緒にして、まあしばらく経った、うん、2ヶ月後ですよ、合唱部のまた女性ですね、うん、と話してた時にこの話が出てきたわけですよ。え、違う人も他の同じ体験してるの？そう、他の僕よりも違う女の子もこれを体験してて、で、お話があって、あ、これやばいと、その時の話をしたわけですよ。どんな服装してたと言ったら、制服違かったよねっていうのが唯一の共通点だったわけです。制服が違うんです、自分たちと、うん、まあ、例7は分かるけど、どうしたんだろう、うん、そんな感じに思っていまして、うん、そのまま、まあ、調べていったわけですよ、うん、そうするとですね、自分たちの制服の1個前の全部制服だったんですよ。うわー、じゃあもう前の、なるほど、なるほど。じゃあちゃんと昔のそこの学校の生徒で、はい、まあ、自殺かなんか、よくない、うん、まあそうです、怨念だね、感じ。でも、まあ、なんと怖いのが今もそのトイレがあるって。今もその学校さまよっているのではないでしょうか。いやー、怖えな。一個一個の話、来ない。なんか怖い。怖い。怖い。すごい。すごい。やっぱり、いろんな人が見てくれてるので、いろんなお話があります。まあ内容は、まあ、ちょっと違うとこも、まあ僕の暗記なので、まあありますけれども、それにしてもね、大方のあらすじがもう怖いなってやつを紹介してますんで。3つ目の話、苦しむ弟。こちらの方も結構霊感あるみたいで、はい、まあ、何度も体験をしているんですけど、うんうん、どうも人と違うのが、なんかリアルすぎる夢を見るみたいで、痛みとか感触とかすごい鮮明なんですって。その方が押し入れみたいのがありますよね、うんうん、寝てて押し入れみたいな襖があります、うんうん、その襖はちょっと開いてたんですって。それ開けたら部屋一面に、奥の部屋っすよ、うん、奥の部屋一面に男性の首吊り死体があるんですよ。マジでやだ。早い、12人で動くんですよ。12人、もう半端じゃないよ。早すぎ。で、もうあまりの怖さにガッと、うん、目が覚めまして、なんだ今のみたいな感じになってると、うん、同じタイミングでお母さんもパッと起きてるわけですよ。大丈夫かと、そんなお話もしないで、うん、一緒に寝ていたお父さんと弟がいないことに気づくわけです。男だけいない。まずいと思うじゃないですか。怖い怖い怖い。弟の方を見たら、まあ、なんか違う部屋にいたみたいで、なんかみたいな声が聞こえてて、まあ、その部屋に行ったんです、うん、そしたらもうめちゃめちゃ苦しんでいる弟がいて、もう首をこうこうやってるみたいな。うわ、もうその夢で一致してんだ。首つりみたいな。お父さんがもう大丈夫かみたいな感じで、もうなんかひたすらこんな感じの、追い出そうな、はい、うん、ちょっとしたら落ち着いて、何があったんだと、まあ、聞いたら、弟が急に寝てる時にうずき出して、お父さんが台所に水を飲ませに行ったりして、まあ、看病していただけですみたいな話だったんですけれども、いやー、次の日起きてみたんですよ。弟さんはね、あんま記憶がなかったみたいで。ほう、そうなんだ。まあでも気味悪いなと思って調べてみたんですよ。おお、弟が寝ていた方が、まあ、隣の部屋、アパートみたいで、隣の部屋近いわけですよ。隣の部屋が男性、うん、はいはい、で、首吊りで亡くなっていたそうです。それ道連れだね、なんか連れてこうとしてるの、実体験で考えるともう怖すぎる。怖い、思い込みじゃないだろ、それは。夢ってやだね。本コアより本コアっぽくなってきた。リアルすぎる。
続いてホラー大好きな方のお話なんです。いやーもうもうやばいよ、なんかレベチなやつ来そうだね。俺が今日最後です。あーマジで全然違うんだな。なぜかホッとする自分がいる。もう4つ目の話、はい、映画館のとある席。これ結構僕ね、今回お話しする中で一番好きなタイプですね。好きイコール怖いですね、はい、この人が好きなこと。クオリティがすごいです。こちらも女性なんですけど、いやー女性多いね。まあ、友人女性の友達と、うん、ホラー映画を見に行った時、うん、チケット買ってポップコーンとか買って部屋行きますよね、うん、で部屋入る前にトイレ行こうってなるじゃないですか大体。まあ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 、うん、トイレ行きました、はいはい、でトイレのドアありますよ、うんうん、まあ、トイレ個室じゃないですか女性の、うんうん、女性がこう開けた瞬間誰もいないとこで、うん、ああ水道まずジャー出るんですよ。はいおかしい、もうジャー出るんですけど、この方もやっぱホラー好きで、かつやっぱ怪奇現象結構合うみたいで、あでそう一緒に友達もまあまあ霊感ある方みたいで、うん、はいはい、いつものねみたいなノリだったみたいですね。慣れが怖いもん。はい、はいみたいなノリで、まあ用を済まして8番スクリーンの真ん中ぐらいの席に行きまして、うん、普通に、まあ、ホラー映画見てたわけですよ、うん、もうほぼガラガラで友達いて自分みたいな、うん、左に今いますみたいな、うん、はいはい、感じなんですけど、そのもう一個左から出たみたいなうめき声がめっちゃ聞こえるわけですよ、うん、で暗いから見えてないだけなのかなと思って、まあ、よく見てみたらもう左の友達が顔真っ青なんですよ。どうしたのって聞くと左誰もいないって言ってるんですよ。うめき声だけ、うめき声をしてるのに、うん、絶対左誰もいない。怖いんですけど、まあ、映画を見終えて、うん、ファミレス行きました、着きました、うん、店員さん、うん、お水3つ持ってきました。うわー、店員さん見えてるでしょ。だから逆に霊感強い子たちが見えてない、そう見えてはないんだけども、他の人から見えちゃうぐらいの霊感強い。もうそれ衝撃やばい、マジで鳥肌やばいじゃん。やばいやばいやばい。でまあ2人しかいないのでもうシンプルにビビびっくりして、店員さんに何で3つなんですかって聞いたら察したようで、会計の時に50代の方、まあ、その店員さんも多分霊感あるみたいな。うん、そうだよ、ね、おそらく心筋梗塞かなんかで相当苦しまれて亡くなっていますと。ということで2人で塩を持ってお清めをして、まあ、帰りましたというお話なんですけれども、うん、いやーこれびっくりこいじゃん、うん、ちょっと怖めのオチがありまして、まだ後日もう映画館に電話入れました。あの映画館やばいですと、はい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 、8番スクリーンやばいんでもうどうにかしてください。結局対応してもらえなかったわけですよ、まあ信じてもらえないよね、はい、で8番スクリーンだとちょっともう大きすぎて、うん、確かに相手にされないだろうということで、うんうん、席まで指定したわけです。お自分たちのチケット確認して、うん、左2個隣だろうと、うんうん、ということでその席の番号を言って、うん、ここは本当に使わないでくださいと、私たち霊感あるのでやめてくださいと、うんうん、お電話入れまして、うん、現在普通にその席予約取れます。いやいやいや、もう何してんもう、なんで、え、なんで、だから今でも行けちゃうんだもんね。なんでそれやっちゃうの。ゾッとしますね。いややばいね、いや今日すげえわ、なんすごい、やだってさ、すごい、ね、だってもうそこら辺の映画行ってね、そうもうシネマ8みたいなのとこあったら、もしかしたらそこがそうなのかもしれないってことでしょ。場所は伏せられていましたが、皆さん8番スクリーンにご注意ください。うわやばい、絶対いかんよ、話してても怖えわ。いや俺これからは映画館行った時8番スクリーンってやったらもう嫌だわ。だろうな、みんな思ってる。だろうな。はい、ということで、はい、皆さん久しぶりの続行いかがでしたか。いやー最高、最高だった、素晴らしい。もう一回、もう一回子供もアンコールアンコール、はい、アンコールということで、これも皆さんのね、あの実話の話です。今回はこちらまだまだこちらのメールアドレスに応募しておりますので、え、皆さんが体験した怖い話、ゾッとする話、ぜひぜひメールにてご応募お待ちしております。お願いします。ということで、少しでもゾッとした皆さん、チャンネル登録と高評価をしないとね。ねえっているよーとか答えられたりしちゃいますから、やばいっすよ、はい、気をつけてくださいね、皆さん気をつけましょう。はい、それでは次のゾッツでお会いしましょう。おったじゃなくてゾッコはね、これ言ってなかったけど3回ぐらい見つけた。